生き残るにはクリスマスと、クリスマスとニューイヤー、香港の正月、この2つでもう1年分はしのげるって今おっしゃってますね。でこの2つはどうにかしないとダメだと。うちの場合は、グランドオープンのセレモニーパーティーを開いて、今月末までにでクリスマスをなんとかしろっていう風にちょっとアドバイスいただきました。香港の、ハリウッドロードで、お店をやってる方ですね。香港人の方ですけど、でデータベースをですね、2年間で貯めて、まあ、香港は2年経つともう倍に、いや3倍になっちゃうんで、で、もっと上のアップステアに移れっておっしゃってましたね。もっと安いところに1日1回は山に登らないといけないんで、今日はですね10時から、香港の翻訳の方の面接があるんで、今は、18分ほど、このまま山にパパッと行って帰ってきます。スントが壊れちゃったんで G-SHOCK なんですよね。新選組誠、この、時計もいい時計です。全てにはですね、物も言霊がありますので、いい言葉をかけてあげると長く持ってくれるという。今日もピークの広場ですね、ピーク広場まで毎日とりあえずね、時間が今日も10時から面接があるんで、夜の10時なんですけど、ちょっとね、とにかくでもピーク広場まではね、毎日来ようかと。これ上まで行っちゃうとですね、また上行ってなんだかんだやってると2時間ぐらいかかっちゃうんですよね。ここまでだったらこう行き帰りで1時間半、あ、1時間だぐらいなんですね。ベリンガーです。これカナダの一本です。パープルですね。フロントは通常のメガネなんで、サイドだけこう遊ぶっていう感じのメガネですかね。パープルベリンガメガネです。本日の一本になります。はい、以上です。今日発見しました。ですね、アップルストアなどに行ってたんですよね、わざわざ。でも今日発見しました、こちらですね。このポジション PMQ の、前なんです、うちは。なので PMQ にはですね、フリー Wi-Fi が飛んでまして、それを使うとですね、一瞬でアップロードが可能だということが分かって、今こちらで毎回アップロードはここに座ってやることにしてます。